い、旬な人占い。さあ、ただいま旬といえば、はい、はい、本日はですね、土屋ほのかさんのミスジャパン受賞はタオさんのおかげ、姉妹の愛称を占う。おお、はいはいはい、ね、うん、土屋、ほのかさんがミスジャパンの初代グランプリに輝きました、うん、これにネットでは妹の知名度のおかげではとの声が上がっています、うん、夫婦がお互いの運勢を上げる下げるはいつもやっていますが、姉妹ではあるんでしょうかということで、先生これを占っていただきます。やっぱりこうね、うん、まあ、ご兄弟っていうか、まあ、姉妹でね、妹さんがこう売れていて、ってなるとやっぱりこうね、こう優勝しても妹の七光とか言われちゃうんですよね、うん、これまあ良し悪しだと思うんですけども、まあ、でまあ今日のテーマは、まあ、七光かどうか置いといても、兄弟姉妹間でもお互いがお互いの運を上げるとか下げるということはあるのかっていう、まあ、テーマと、まあ、こういうことで考えてみたいわけなんですね、はい、で、はい、こちら、ほのかさんの生年月日でございます、はいはい、これ本名なんですよね。すごいですよね、このお名前もまたちょっとすごいですけれども、まあ、とりあえずこう猿年猿月犬の日っていうこういう年月日に生まれていらっしゃいますと、うん、でまあ、いつもこう使ってる占いなんですが、生まれた日が自分だよってよくこう説明に出してると思うんですけどもね、でこの生まれた日をこう助けた方がいい生まれの方と、うん、少しこういじめて鍛えてやった方がいい生まれの方っているんですよ、うん、で彼女の場合というのは助けた方がいいパターンになるんですね、うん、で、そうしますとね、まあ、コートをつってこうあるんですけれども、要はね、自分と同じものがいたら自分はその分助けられるっていう考え方があります、うん、で自分と同じものっていうことは兄弟姉妹お友達ってその自分と同じもので象徴されるわけなんですよ、うん、だから、この生年月日は妹弟兄弟がいれば確かにその存在によって自分の運が上がる生まれであるということは言えます。へー、ただそれは現実的にそういう日に生まれていてもご兄弟がいないという場合もあるわけですから、そういう時はお友達でも構わないわけなんですよ、はいはい、あのいわゆる先生とか上司とか恩人とか目上あるいは目下じゃなくって、まあ、同格っていうふうに言えるような横並びのお友達とかでももちろんいいわけですよね。で今回あくまでもそのほのかさんの方から見て妹とか弟とか、まあ、姉でも兄でもいれば兄弟が役に立つ生まれっていうのは確かだよと。でちなみにちょっとあの、妹さんのタオさんの方を見てみると、タオさんはその限りではないんですよね、特にあの兄弟が自分の運を上げるわけではなくて個人の持ち運でいけるよっていう組み合わせだったわけなんですよ。ほう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 。ですから、あくまでも運気的にという話ですけれども、確かにこのお姉さんの今年の運勢には、妹さんの運とか存在というものが、かなり大きな助けになっているだろうということは、言えると思います。あ、じゃあね、あのご夫婦と一緒で兄弟でもそういった姉妹でもあるってことですね。あの単純に言ってね、兄弟だから仲良くっていうのが全く通用しない兄弟も実はいるんです、うん、生まれによって、うん、あのなるべく兄弟とこう別々にいた方がいいよって人もいて、はい、で、ほのかさんはその逆で、うん、なるべく兄弟姉妹こう手を取り合っていった方が運が向くぞという生まれでした、うん、なるほど、はい、はい、以上でございます。ありがとうございました。はい、すいません、今ちょっとBGM がだいぶ入ってたと思うんですけれどもね。ああ、ちょっとね、あの今日は隣で、リハをやってるんでね、生々しいお話でございますがリハの音多少入ったかもしれませんが、はい、ご了承ください。はい、はい、以上です。ありがとうございました。